日本列島は危機に瀕しています。地震および火山活動イラとイラとイエローストーンの関係、アラトラサイエンスの科学者は2014年に何を警告しましたか。1億2600万人の命を救うために今日何ができるでしょうか。気候制御の新刊をご覧ください。この動画のアイデアは TikTok のチャンネルで見つけたジャンヌとの動画を見た後に思いつきました。承知の通り巨大な大変動は近い将来地球上で起こります。それはどこから始まるのでしょうか。この問題を解決しようとしています。この変動が起こらないように交渉しようとしています。韓国や日本にはとても良い人々が住んでおり、とても残念です。これを防ぐために最善を尽くしています。このビデオは一見取るに足らないように見えるかもしれませんが、この情報は多くの事実によって確立されています。2014年レポート、地球上の気候変動の問題と結果について、これらの問題を解決する効果的な方法では、アラトラサイエンスの科学者たちは2024年までに日本列島が消滅する確率は 70% であり、つまり今後3年間で発生する可能性があると警告しました。そして2032年までに、つまり次の11年間に発生する可能性は 99% です。事前に安全な地域に移住させるために、この危険性について日本の住民に警告する義務があります。これは1億2600万人の命です。他のディスコーリーというサイトによると、2021年3月だけでも日本で362回の地震が発生し、そのうちマグニチュード5から6の地震が16回、マグニチュード 7.0 の地震が1回発生し、津波の脅威について警告が発せられました。これは2020年3月の5倍です。地震を背景に、世界で最も危険なカルデラの一つであるアイラカルデラにある桜島火山が活発化しました。宇宙の影響と、この地域での地震活動と火山活動の増加を考慮すると、地球規模の大災害はいつでも発生する可能性があります。そしてこれは地域に住む人々について特に懸念を引き起こします。そしてこれは大陸への早期移住をし、1億2600万人以上の人々がより安全に暮らせるよう国際社会の努力を統合する必要があるという事実を明確にしています。前世紀の半ばに有名なアメリカの預言者、霊能者であるエドガー・ケーシーも日本についての予言を書いています。惑星の物理的な外観には次のような変化があります。アメリカ西部の領土は分割されます。日本のほとんどは水没します。瞬く間にヨーロッパ北部が変わります。アメリカの東海岸沖に陸が現れるでしょう。日本のような先進国は来る大変動に対処する準備ができていますか。住民をより安全な地域に移す手助けをする準備ができていますか。日本では定期的に強力な地震と津波が発生し、火山が噴火しています。ここでは何が変わっているでしょうか。しかし今はあまり典型的な状況ではありません。私たちは今グローバルな大変動の1万2000年のサイクルを生きており、宇宙魔と要因のため巨大なエネルギーが地球の核に蓄積し、それが地球を外に追いやることになります。そしてこれは次に構造プレートを動かし、火山が目覚め、取り返しのつかない大災害がいつでも発生する可能性があります。アラトラサイエンスレポートです。先に述べたように、アラトラナオカの科学者たちはある関係を発見したため、2014年に日本列島が消滅する危険性について警告しました。レポートからの引用です。進行中の研究で非常に憂慮すべき事実が明らかになりました。ニュートリノ放出と地球のセプトンフィールドの強度のグラフから判断すると、最も古いカルデラで起こっている過程の間には密接な平行性があります。太平洋プレートで隔てられているにもかかわらず、鹿児島県のアイラカルデラと日本のワイオミング州のイエロストーンカルデラとの関係です。それらの深さで行われるプロセスは特定の方法で相互につながっており、多くの場合相互に依存していることに気づきました。アイラカルデラの適応メカニズムが活性化された後でも、
日本のアイラカルデラと米国のイエロストンカルデラの両方の地域で記録されたニュートリノ放出とセプトンフィールドの緊張はほぼ同時ままであることが分かりました。チャートには着実に緊張が強まっていることを示す曲線があります。これら全ての事実と他の多くの事実は地球の内部にエネルギーが蓄積していることを証明しており、そのエネルギーの放出中に破壊的な惑星の大惨事を引き起こす可能性があります。私たちの専門家の計算によると、これは今後数十年で起こります。世界の異なる地域にある2つの噴火であるアイラカルデラとイエロストンカルデラが同時に爆発した場合、これは人類の完全な滅亡となります。事実、日本列島は太平洋、北米、フィリピン、ユーラシアの4つの構造プレートの接合部にあります。これらの巨大なプレートは移動、衝突、そして隣接するプレートの下または上を通過するため、日本は他のどの国よりも地震や火山噴火の危険にさらされています。日本海の東に沿って南海トラフが通っています。静岡県と九州の近くの日本海沿岸近くの太平洋の底に沿って走っています。そこではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下にあります。近年日本のウェブサイトは南海トラフで地震が発生する可能性が高いことを住民に警告しています。断層に沿った強い地震は100から150年ごとに発生し、最後の地震は70年以上前に発生しました。今後30年間で南海断層で大地震が発生する確率は 70% から 80% です。南海トラフ巨大地震はプレートの接合部を中心とした大地震です。このような地震は定期的に発生し強い津波を引き起こします。静岡県から宮崎までの範囲で最も強い影響が見られ、震度7まで達し、これは日本の震度で最も強いです。自然災害は日本の47都道府県のうち40都道府県に影響を与える可能性があり、地震、津波、その後の火災により240万棟以上の家屋が破壊されます。ロシア科学アカデミーシュミット地球物理研究所の主任研究員であるアレクセイ・リュブシンは、地球の音を分析して3年前に2011年の東北地方太平洋沖地震を予測しました。私たちの惑星の内部では対流、マグマの流れの動き、岩石プレートの変異が絶えず発生しています。これは地球に何かが起こるという事実につながります。科学者の仮説によると、これは差し迫った巨大な地震の最初の兆候です。リュブシンは2008年に日本の下にある音が同期し始めたことに気づき、このトピックに関するいくつかの警告を発表しました。日本人はそれを信じませんでした。最も不快なことは大災害の後低周波ノイズの同期が維持されたことです。アレクセイ・リュブシンは日本がまた壊滅的な地震に直面すると信じています。さらに震源地は首都東京の近くにあります。東日本大震災が起こり、それで終わりだと思っていました。そして日本の島々では地震振動の歴史全体がリセットされ、全てが新たに始まります。2003年のようにそれは続いています。そして2012年以降、地震音の傾向は再び軽減し始め、今日まで軽減しており、相関関係が高まっています。2003年の北海道沖地震はより強力な東北地震の前兆だったようです。しかし東北はさらに巨大な地震の前身だったのでしょうか。そしてどこにさらに巨大な地震が起こる異性か。マグニチュード 9.1 より大きな地震が大きいですか。アメリカの著名な地震学者2人がデータを分析し、日本にはマグニチュード10が存在する可能性があるという考えを表明した作品があります。これをまとめ、日本の地震ハザードの傾向に基づいて東京の南、南海トラフはマグニチュード10を指します。
マグニチュード8、マグニチュード9があった場合、マグニチュード10が次になります。Все указывает на то, что это будет к югу от Токио, жалоб Нанкай, и магнитуда 10, если вот была магнитуда 10, 前進では前兆があるごとに次のの規模が大きくなりました。10に達するとどうなるでしょうか？Значит, каждая предыдущая приводила к увеличению магнитуды последующего. Если будет десятка. さて、これがすべて起こった場合、人類にとって非常に大きな問題になるでしょう。これらすべての傾向は、これが日本の大災害にという結果になる可能性があります。日本史上最大の地震です。1つ目、関東大震災マグニチュード 8.3 は、1923年9月1日に日本で発生しました。最も被害が大きかった関東地方にちなんで名付けられました。地震は数十万人の死者を出し、重大な物的損害を引き起こしました。破壊の規模と犠牲者の数の点で、この地震は日本史上最も破壊的です。しかし、最強ではありません。2011年の地震はより強力ですが、大規模な影響は関東大震災より少なかったです。2つ目、日本の歴史の中で最も破壊的なものの一つである三陸地震と津波。1896年6月15日のマグニチュード 7.2 の地震により、マグニチュード 8.2 の地震とともに津波が発生し、約9000棟の家屋が破壊され、2万2000人以上が死亡しました。津波の高さは38メートルに達しました。津波の余波がハワイ諸島に到達し、その結果、堤防が破壊され、いくつかの家が流されました。ここで波高は9メートルに達しました。3つ目、2011年3月11日、東北地方でマグニチュード 9.0 の大地震が発生し、津波が最強となりました。地震の震源地は海底下の海岸から130キロメートル。深さ 24km でした。日本列島の地震観測機関全体で最強の地震であり、世界の地震観測史上最大の10の地震に含まれていました。それは日本の原子力発電所福島湾での重大な事故の発生を含む日本の住民に壊滅的な結果をもたらしました。科学者によると、日本列島の最大の島である本州の地域でのこのような強い地震は600年に1回しか発生しません。衛星データによると、この地震の結果、本州の東海岸は東に 2.5 メートル移動しました。そして、本州の北東に位置する牡鹿半島は、南東方向に 5.3 メートル移動し、1.2 メートル沈みました。この出来事は、世界の科学界で特に懸念を引き起こしました。なぜなら、波の高さと水中にあった領土面積は、日本の科学者の事前予想を上回ったからです。この規模の大惨事は、基礎科学研究の先進国の一つである日本のような技術的に高度に発達した国でさえ、そのような大変動に対してどれほど準備ができていないか、そしてある国の問題がどれほどであるかを示しました。2011年に何が起こったのですか？沈み込んだ場所でより活発になりました。この出来事は、岩石プレートの動きの加速に関連する地震活動の新しい段階の一種の指標になりました。主に宇宙要因の影響を受ける東シベリアと太平洋に位置する地磁気極の変異は、日本列島の領土における磁気変動の大規模な変化をもたらしました。自然災害の結果を分析した科学者たちは、地震活動が始まる前に地球の磁場の異常が現れたことを発見しました。世界のさまざまな科学者のさらなる予測は、隣接する機能していないゾーンの構造緊張がさらに激しくなり、臨界レベルになるという事実に正確に基づいていました。しかし、この地域の問題は地震活動の増加だけではありません。地球上の全火山の約 7% が日本列島に集中しており、その中には巨大な火山カルデラであるアイラカルデラが含まれています。
アイラカルデラは現在の活発化により極めて危険だとされています。アイラカルデラです。かつて九州南部には大きな火山があり、約2万2000年前の噴火の際に地上で崩壊して空のマグマたまりになりました。噴火は大きな火砕流と火山性物質の噴出を伴い、その総体積は約400立方キロメートルでした。崩壊した火山の代わりに 17×23 キロメートルの巨大なアイラカルデラが形成されました。今日それは地球上で最大の一つであり、鹿児島の日本の都道府県のほとんどをカバーしています。約1万道と島へ、鹿児島湾の南の国境に桜島火山が形成され始めました。最初に大隅という島を造成し、1914年に島と九州本土を結ぶ地峡を形成した。アイラのマグマたまりは深さ約 10km にあります。カルデラはまだ活動しており、再び大噴火を引き起こす可能性があります。これには全ての前提条件があります。特に近年、カルデラ北部で土壌隆起が記録されている。現在アイラカルデラには9、10万人以上が住んでいます。中田節也、東京大学地震学研究センター教授、火山の岩石学と地質学の専門家です。彼の科学的研究の中で、彼は日本列島の火山の歴史はチリとインドネシアの火山の歴史と比較できると書いています。地質学的な類似性にもかかわらず、日本はチリやインドネシアに比べてそれほど大きな噴火がなかったことが明らかになりつつあります。この静寂はおそらくマグマの蓄積による近い将来の大規模な噴火の統計的可能性を意味します。日本列島のほぼ全ての地域はある時点で大規模な火山噴火の影響を受ける可能性が高く、小から中程度の火山活動が多くの場所で一貫して観察されています。したがって火山とその活性化はこの群島の地質学的遺産の基本的な側面です。この意味で日本の火山学者や科学教育者は、火山噴火の予測、その影響の緩和、火山の監視に関する研究を継続するだけでなく、人々に効果的に働きかけ情報を広めるという独自の責任を負っています。富士山火山です。また日本の科学者は富士山の差し迫った噴火について話しています。京都大学火山学教授の鎌田弘樹は次のように述べています。富士山は次の噴火に備えています。1707年の最後の噴火から300年以上が経過しました。火山の沈黙は以前の200年の間隔を超えています。火山は長い間次の噴火の準備をしてきました。2011年に東北地方を襲った地震以来、これまで以上に不安定になっています。これは噴火を避けられないと私は信じています。富士山周辺の地震活動の増加は気象庁の火山監視警報センターのグラフで確認できます。阿蘇カルデラです。阿蘇カルデラは日本でも世界でも最大級の規模です。北から南に 25km、 西から東に 18km 伸び、周囲は約 120km です。カルデラには5万人が住んでいます。阿蘇カルデラにある活発な中岳クレーターは人気の観光スポットです。気象庁の地震ネットワークは阿蘇カルデラの地震活動の増加を記録し、それは火山の微振動の周期と関連しており、典型的な噴火の前兆だとしています。はい、科学者自身、今は不透明な時代であり、何が起こるのか、何を期待したらよいのか全くわからない時代だと主張しています。気候変動が再発しない点についてはすでに説明しています。つまり状況を後戻りにさせない特定の変化があります。それは不可能です。つまりそれはすでに成長するだけです。そしていわば等比数列で成長しているという主張がますます増えており、それを止めることはますます困難になっています。
そして、これらの状況において、最も重要なことは、あなたがまず第一に人間であり、団結して一緒に解決する方法を探すことを科学者自身が呼びかけることです。まさに一緒に。もちろん、この状況を解決する方法はあります。そして、別の方法では機能しません。人々が団結しなければ、文字通り、人類の滅亡になります。他に方法はありません。繰り返しになりますが、これは脅しではありません。彼らは私たちが人々を怖がらせるといい、そして今私たちがファッショナブルなテーマを使うといいます。これは私たちにとってファッショナブルなトピックではなく、誰も怖がらせてはいません。私たちは起こりうる事実について話しています。今日は明日何が起こるかについて話します。日本の原子力発電所と産業です。人為的災害の高いリスクがあります。日本の列島全体は頻繁な激しい揺れ、火山噴火、津波にさらされています。日本列島には多数の原子力発電所が集中しているため、自然災害によって引き起こる技術的災害のリスクが高くなっています。2011年3月の福島第一原発事故以前、日本には54基の原子炉が稼働していました。福島第一原発事故の後、日本のすべての原子力発電所は点検とアップグレードのために徐々に停止されました。最後に運転していた原子炉は2012年5月に閉鎖されました。33基の原子炉は国際原子力機関と日本政府によって正式に運転可能として分類されています。化学、冶金、自動車、造船産業が国内に存在することで、自然災害時に有害な化学物質が漏洩するリスクがさらに高まります。現在、日本の化学工業はアジア市場で人気があり、世界第2位にランクされています。日本には30以上の原子力発電所があります。私が住んでいる韓国には30以上の原子力発電所もあります。中国南部全体も原子力発電所です。そして北朝鮮を例にとると核兵器があります。深刻な大変動が起こると、彼らはこれらすべての発電所を無力化する時間はないでしょう。そしてそれは放射能だけではありません。そしてどれほど地球規模なのか、人類はまだ理解できていません。世界的な気候災害の周期性、日本は約1万2000年前、ノアの大洪水の後に列島を形成しましたが、それまでは大陸の一部でした。学術科学ではこの時期はいわゆる氷河期の終わりに関連しており、別の文献ではノアの大洪水の際に惑星の極に大きな変化が起こったことと関連していると述べられています。その一例が約1万2000年前にノアの大洪水が発生した時に水没した与那国町です。そして私たちが知っているように1万2000年ごとに地球の大変動が発生し、それが惑星の形を変え、いくつかの大陸を氾濫させ他の大陸を発生させます。そして今私たちの文明は基本的な変化が起こっている1万2000年の周期の終わりに生きています。日本は気候変動の温床に陥る国の一つです。そして日本は世界で最も人口密度の高い場所の一つです。2020年には自然災害が拡大する第二段階に入り、同時に大変動も起こります。最近の出来事から自然現象が同時に発生することがますます頻繁になっていることがわかります。ハリケーン、あられの嵐、火災、大規模な洪水、暑さと寒さの記録が世界中で記録されています。巨大な強さを持つ地震はもはや前震と余震に限定されていません。そして領土の広がりは一つの地域に限定されません。世界が急速に変化しているという懐疑論者はまだいるのでしょうか。私たちの家の外に住んでいる人々を見知らぬ人や何か異質で拒絶されたものとして認識するのを止めるために自然災害を待つ意味はあるのでしょうか。それとも困っている人に救いの手を差し伸べるためにすでに自分の中で一歩踏み出すことができるでしょうか。なぜなら気候の緊張は今や日本だけでなく世界中で見られるからです。現在の消費社会の形態では経済的、政治的、その他の理由により別の国の人々を移住させることはできません。実際、人間の生活は初期の生活とは異なっています。すでに世界中の人々が人命の価値を第一に考えたクリエイティブな社会を構築するために国籍や人種を問わず団結しています。人間の生命は最高の価値があります。人間の生命はあなた自身のものとして保護されなければなりません。社会の目標は
すべての人間の生命の価値を提供し、保証することです。人間の人生よりも価値のあるものがあるというのはありえません。一人の命に価値があるなら、すべての人に価値があります。そのような社会でのみ、私たちはすべての人類の気候災害を乗り越え、すべての人々の調和と繁栄が存在する現実の世界を構築することができます。実際、すべての人類が生きるためには、多くの領土を必要としません。メキシコシティや東京などの都市の人口密度が高いですが、一つの国の領土で十分に快適に暮らすことができます。私たちには共通の故郷である地球があります。そして共有するものは何もありません。私たち人間自身が人間にふさわしい別の世界を築くことができます。クリエイティブな社会では高度技術が利用可能になり、生き残るだけでなく高度に発達した文明のレベルに到達することも可能になります。こんにちは。私の名前はブラッドです。私は日本に6年間住んでいます。この間、気候の大きな変化に気づきました。地震の数と強さは年々増加しています。同じことが火山の活性化でも起こります。私は数年前に気候変動に関する科学的報告を読みました。それはこれらの出来事とさらなる災害について書いてありました。この情報は日本のテレビでは取り上げられていません。しかし報告に記載されている全ての出来事は現在非常に正確に起こっています。差し迫った災害の中で生き残るためには私たち全員が団結する必要があります。目を覚まして、あなたの人生に責任を持つ時が来ました。私の惑星は身震いしています。地震によって揺れることが多くなり、火山が噴火し、ほんの数分で大量の水が空から落ちます。気候は変化しています。そして、私たちの気候帯が間もなく変わることは明らかです。私たちの惑星は非常に過酷になり、生き残るのが難しくなる可能性があります。準備はできていますか？来たる大変動がどれほどグローバルになるか、そしてその際にインターネットと電気が利用可能かわからないので、私は紙に書いています。それらの少数の生存者は、火を起こす方法を再学習しなければならない可能性があります。なぜ私は書いているのですか？将来の世代が消費主義、攻撃性、自己隔離の疫病を取り除くことを願っています。ずっと前にやるべきだったことを彼らがやってくれることを心から願っています。彼らは相互の助けとお互いに対する正直さに基づいて団結することができるでしょう。これは文明の存続と発展に希望を与える唯一の公式です。私たちには団結し、尊厳を持って次の変化に対応する準備をする最後のチャンスがあると思います。私は今でも7月24日の会議、世界的危機、全ての人類に関わる危機を信じています。アラトラサイエンスでは多くの人を気づかせることができ、一緒に何かを変えることができます。